こんにちは、花山さん。おじさんたちにね、好き勝手させちゃダメっすよ。公園のお話もしましたけども、今公園に行くとね、子供たちが遊んでるんじゃなくて、お年寄りが遊んでるんですよ。公園って子供の場所だったような気がするんですけどね。しかもね、今ね、このインターネットとか YouTube の世界も若者じゃなくって、やっぱり残念ながらね、おじさんが多いですね。年を重ねたのが、だからそうではいけないかなと。私たちは人生の途中、30代の後半でスマートフォンとか入ってくるから戸惑いましたよ。で、ほとんどの人はこれは若い人のものだからっていうので、今でもね、40代50代の人は使わないですよ。 LINE とかやってなかったり、 Twitter とかやらなかったり、ブログ一つ書いたことがないんですよ。だから40代50代でインターネットを使ったりね、スマホを使ったりとか情報発信する人はものすごく少ないです。ものすごく少ないのにものすごく多いです。変な言い方ですけども、それはね、10代とか20代の方が情報発信しなさすぎてますね、それはね。でもできない年齢とかもあると思うんですよ、なかなかね。だからそういうのもあるんで、難しいとこあると思いますけども、現実的にはね、インターネットの世界は、ちょっと高齢者より中高年層に寄ってますね、今ね。それじゃいけないかなと思いますよ。やっぱりこういう新しい技術ってのは、若い発想がどんどん入ってこそ活性化すると思いますしね。いや、頭古いですからね。40過ぎて50過ぎてになってくると頭古いんですよ。古い頭でガン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 発信するじゃないですか。で、視聴者も40代50代なんですよ。だから古いことを言ってるのがウケるんですよ。旧態依然としてるでしょ。で、それがマーケット作ってますからね。だからこれはなんとかね、打ち破っていかないとね、もっと若い人中心の世界にした方が私はいいと思いますよね。生まれついてあったわけですから。私たちはね、そういうのをね、想像しないまま20代を過ごし、30代を過ごして、40になった時に、なんだこれはみたいなので出てきたわけですからね、不利ですよ、それは。 それこそもう老眼が入ってる人がこうやって眼鏡閉じながら、これどうやってやるんだみたいな感じですよね。全くわけわかんないんですよ、そういうのは。でもね、だから一部の人はなんとか乗り越えてやってるかなってことですよ。で、私の速稼塾の話をちょっとしますと、私の速稼塾ね、40代とか50代の方が大半です。で、いわゆるロスジェネ世代ですね。で、家族を抱えたり、住宅ローンを抱えたり、会社に、なかなかね、厳しい状態でいながら、なんとか自分の人生を変えたいなとか、借金を返したいなとか、家族にいい思いをさせたいなっていうことで、本当に苦肉の策でインターネット、速稼塾みたいなのにたどり着くんで、大抵の方はね、500万とか1000万っていうビハインドをなんとかしなくちゃ、本当にそれをね、短期間のうちに稼いで返していきたいとかね、積み上げていきたいと思う人ばかりですよ。だからね、ちょっと本気度も高いと思いますよ。だから挑戦するためではなくって、どちらかというとマイナスを取り戻すためにやってますからね。いわゆる苦痛から逃れたくてやるんですよ。で、人間ってのは行動原理が2つあって、苦しみから逃れたいからやるっていうのと、快楽を得たいからやるっていう、こういう2つの行動原理があるんですけども、どちらが強いかっていうと、苦しみから逃れたいっていう方が人は強いんですよ。例えばね、ものすごくお腹が空いててもう死にそうだっていう人は、1杯のご飯ね、茶碗1杯のご飯、1つのおにぎりだってありがとうございますって食べるんですよ。でも、あんまりお腹が空いてない人がものすごくね、高級食材目の前にしたら、おいしそうと思うんだけど、でも空腹の時ほど体動かないんですよね。こういった感じですかね。だからね、私のところに集まる速稼塾の皆さんっていうのは、どちらかというと人生で大きな失敗をしてしまった、借金を負ってしまった、会社が潰れてしまった、クビになってしまった、家族に養育費を払わなくてはならないとかね、借金作ってしまった、いろんな問題があってマイナスになっちゃった人が それこそ詐欺の商材引っかかってね、あっちでもない、こっちでもない、そっちでもやられた、こっちでもお金取られちゃった。で、速稼塾っていうものに出会って、ずっとね、私の動画を見ていって、それで勇気を出してね、速稼塾も高いんだろうなと思って入門してくれるんですよ。そうすると、速稼塾の支払い方法っていうのは、30年分割、柔らかい、しかも無料コンテンツも山ほどあって、この延長線上に速稼塾があるんだったら安心じゃないかってことで、入門してくださるんですよね。ですんでね、500万とか1000万みたいなビハインドを抱えてらっしゃる方は結構わんさといるんですけども、けどね、例えば年収じゃない、月収100万になったら、1000万の借金だったら10ヶ月ですからね。住宅ローンだって2年とか3年で返るわけですよ。そう考えたら、40代とか50代の方が本気でやると、ものすごいパワーを生むと思いますよ。
うん、だからこれね10代20代の人の方が有利ですから、どんどんねインターネット情報発信活用していただきたいかなと思います。まあね、生まれつきインターネットやスマホがある世代と違って、私たちは別の固定概念で生きてきましたからね。雇われて生きるみたいなことは前提でやってきたのに、それこそねこんなスマートフォンでどうやってねビジネスするんだっていう世界ですよ。まずその思い込みを排除して、今までの古い考え方を排除して排除して排除して、自己否定して自己否定して、それで新しいテクノロジーを覚えるっていうところね、こうやって覚えるわけですよ。だからね、まだねビジネスのステージに乗るのにものすごく時間がかかるんですよ。でもね、花屋レモンさんとか若い世代だったら、これスパパパパでしょ、スパパパパッとやるわけですよ。まあ私も今は負けないですけどね、まあ、そういった感じで、もう本当にね、この世代に、ロスジェネ世代に負けないようにやっていただければ、それこそロスジェネ世代もものすごく復活していると、若い世代もものすごく頭角を現す、全世代良くなるわけですよね。で結果80歳の財務大臣を追い出すことができるわけですよと、まあね、あまり関係ないことをここで持ち出してきましたけども、まあ、そんな感じで ね本当に若者こそ SNS をやって、どんどんつながってほしいなと思います。ね、花龍馬さんも感じていらっしゃると思いますけども、多分ね、リアルな人のつながりよりも信頼できるのは YouTube で出会った人になってるはずなんですよ。で、なってるでしょ。で、会話をするのも YouTube の中で出てきた人とのコミュニケーションが圧倒的に多いと思うんですよ。そうでしょ、うん、まあ、そうなっちゃったんですよ。で、昨年ウォートークンのサムネイルを見て、1年後にはこうなるだろうなと思って、まさにね、そうなったというか、それ以上になりましたね。まあね、私の思うがままだということでございますよ、それは。これからはね、私の思いをもう本当いい意味でね跳ねのけて、神の道に進んでもらいたいなと思います。それではライブの連絡もさせていただきますんでね、よろしくお願いします。いってらっしゃい。